かくれんぼします。最初はグーチョキポイ、最初はグーチョキポイ。うわー、かけられた。いけー。はい、スタートです。1分待ちます。ダンボールの下とか意外と押し入れ系はないと思うんで、裏ですね。5、4、3、2、1。はい、スタート。ここから1分がスタートします。ちょっとこっちでね、主観でいきますね。やばい、手始めにね、手始めに開けていきましょうか。手始めに、まあさすがにない。はい、こちらですね。こちらの部屋ですね。ここもどうだろう。いやー、さすがにか。1分だから。あれ？見つかっちゃったー。虫眼鏡さんみっけー。あ、負けさんみっけー。はい、次いきます。意外と、いやー、結構かき分けたな。ここはさすがにないと思うんです。ないないですね。意外とこういうとこに依頼するんですよね。いいですね。さすがにそんな。和室もねえからな、あまりにも。もうさすがにないと思いますけど、一応台も取られてきますね。で、ここがあるんですけど、ここマジでね、意外と。あー、さすがにないな。さあ、2分です。やばい。ってことはもう絞られてきましたね。撮影で行きましょう。ヒミングいっぱいありますよね。意外といないね。じゃあ一旦ここで、これは哲也だよね。さすが哲也ですね。見つけました。うわー、哲也見つけた。いやー、ちょっとね、一応見とくかと思って見たらいた。くそわかりやすいところにいた。隠れてなすぎ。はい、よく見っけー。はい、引っ掛けタイム3分34秒70。なんで早っ。鬼の勝ちでございますね。徹夜しまうのに尺取りすぎてもう無駄話やった。いかがったんだよ。いや、意外と早く見つけれちゃいましたね。まあ、簡単なんだよ、家って。徹夜の考え良かったな。くそ、いやー、むずいっすね。一回やり過ごせればね、良かったんだけど、見つかっちゃったね。ちょっとなんか、一応俺もやりたいんだけど。いや、ここ3人じゃんけんします？いいよ。最初はグーじゃんけんぽいぽい。というわけでね、清水くんがもう僕もやりたいということで、まさかの第2回戦ということですけれども、まあ大体もうパターン決まっていまして、ちょっと今じゃあ、そのまま決めて、パターンです。ちょっと、なので、今で優作戦が多いんではないかと思います。じゃあ、行きましょう。用意したと。まあここからスピード勝負ですね。ここのさっき僕が隠れてた場所ですが、いないですね。この部屋は OK としましょう。りょうくんはこう、りょうくんたちはこういった引き出しには隠れれないので、おお、びっくりした。映せませんが、りょうくんここにいました。映せませんだから、ここなら探さないかなと思ったもんな。はあ、逆にどうしようかな。なんかもうここだなっていうふうに決め打ちでやってたいですね。あんまり芸がないことをすごい嫌う人たちなんで、こういったところに単純に隠れてるってことはないと思うんですよ。なんか隠れる場所も面白いでしょみたいなプライドを持ってると思うので、さっき分かりました。5分ってのは意外と長いので、全然ゆっくり大丈夫です。ねえ、なんで来たの？さあ、足音がうるさいもん。かくれんぼという概念、覆ってきましたね。どこにいるか分かんないんだよ。ズルして、ズルで勝とうとしたのに逆に負けたんだ。ズルっこいなぁ。まあ、時間はまだたっぷりありますので、どしみつを優雅に見つけに行きましょう。くそ。あ、
見つかんないっすね。いないっていう結末あるかな、これ。ちなみに2人は居場所を知ってるんですか？まあ一応。なるほど。考察時間があと2分あるからな。あっつ、ダンボールの中。死んだね、俺今死んだ。命を助けたね、今。はい、ということで、家の中での隠れんぼは楽しいというのが終わりました。意外と楽しかった、はい、意外とどこにいるのってなりましたね。探す方が楽しそうだな、確かに。ちょっとこの後サブちゃん止めて、あと2試合ぐらいやりますんで、さよなら。